はい、レイモンチャンネルです。今回はジーンズさんのメガネドラえもんメダル第2弾の紹介をしております。紹介をしていきます。でジーンズさんのドラえもんモデル第2弾2023年モデルのもので2023年1月1日日曜日から販売しております。今回購入したのはラインナップが 1,2,3,4 種類あってフラッグシップシリーズのこちらドラえもんモデルのとですね、今回はライトグレーガンメタを購入しております。税込みで 13,200円です。他にはライトブラウン、笹ブラウンとネイビー、デミ、ゴールドの3種類となっております。ドラえもんモデルの特徴はドラえもんの尻尾と手をイメージした遊び箱の後ろの部分ですね。と2番目テンプルにはドラえもんのイラストを彫刻、ここの部分ですね。2番フラッグシップモデルだけスペシャルメガネケースとセリート付き、メガネ付きのことかな。実際見ていきます。こんな感じですね。色はちょっと分かりづらい。ここにドラえもんジーンズ先ほどのここですね、説明があったドラえもんの手をイメージしたここですね、こことここと、ここ彫刻が入っている。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ここに彫刻入ってます。あとは裏にドラえもんのロゴが入ってます。ジーンズドラえもん。意外とここのフレームは厚いものになっていますね。最初はのび太モデルの のび太モデルのネイビーを買う予定だったんですけども、実際店舗に行ったらこっちの方が気に入ってしまって、こっちの方ドラえもんモデルの方を買いました。ちょっとね、メガネケースですね。メガネケース、ここに、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ドラえもんの片押しと言えばいいかな。ドラえもんと、ドラミちゃんの片押しと、ここに伸びたくん。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ここだな。伸びたくんの片押し。で、ここは、磁石。中はこんな感じです。あ、ここにも片押ししてると、ドラえもんの片押しとジーンズ
の型押ししてます。太麺が2分お昼にしようっていう感じです。こんな感じです。あとはハムというかドラえもんのジーンズハムで、一番実は一番地味に嬉しかったのがこのジーンズさんの紙袋、これが意外と実は地味に嬉しかったですね。裏も同じです。あと一個で、実は他のモデルを選ぶとこの伸び秘密道具シリーズとかのんびり日常シリーズを選ぶと、このメガネトレイがついてくるんですよ。でこちらの方はこのドラえもんモデルにはついてこないです。スペシャルメガネトレイセリート付き、ジーンズのメガネケースを付きします。でメガネを置くとこういう感じ、メガネを大きくするとドラえもんの手が登場。こちらもらえませんかと言っていたんですが、ちょっとできないということでした。あとセリートはこういう感じです。で付けた感じとかはジーンズさんのホームページ見るとモデルさんがメガネ装着していますので、そちらの方を参照と実際店舗に見に行って、メガネの試着をしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。以上です。